ヴィンセント・ミカエル・カーターは、アメリカ合衆国、ペンシルバニア州出身の政治家、ワイオミング州選出のアメリカ合衆国会議員、共和党員。1891年、ペンシルバニア州セントクレアに生まれたカーターは、1893年に、両親と共に、同州、ポッツビルに引っ越した。地元の公立学校を卒業後、合衆国会軍兵学校準備学校、 オーダム大学で勉強を続け、1915年に、ワシントン DC のアメリカカトリック大学のコロンバス、法科大学院を卒業した。第1次世界大戦中は、アメリカ合衆国海兵隊、第8連隊第3旅団の注意として従軍し、1919年から1921年まで、ワイオミング陸軍国家警備隊の隊員を務めた。 1919年に弁護士資格を取得し、ワイオミング州キャスパーで弁護士活動を開始した。1919年から1923年まで、ワイオミング州の副県事総長、1923年から1929年まで、州の監査人を務めた。1928年選挙で、共和党現職のチャールズ・ウィンター下院議員が、上院への蔵返り候補を表明。 カーターは共和党から下院議員選挙に立候補し当選を果たした。一方のウィンターは上院議員選挙に落選し議員職を離れた。以降3期連続当選を果たし6年の任期を務めた。1934年選挙でカーターは上院議員への蔵返り候補を表明し落選した。以後議員職を離れシャイアンで弁護士としての活動を再開し、 1965年に引退した。1972年12月30日、ニューメキシコ州アルバカアーキで死亡した。ありがとうございます。